水上さん戻ってきてねえか。途中水上さんとはぐれちまって。しずきちゃんと探したんだけど、もう戻ってきてるかと思って。そんな、途中見たこともない化け物に会っちまって、それで驚いて逃げてる最中に。おい、さくら。しずきちゃん、しずきちゃん、いたら返事して。誰かいるの？もしかしてしずきちゃん？しずきちゃん！キャー！さくらくんじゃないざんすか？こんなところで何してるざんすか？それはこっちのセリフだ！この変態剣士！何するざんすか？天使は輪っかを取られた日で！しずきちゃん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 、しずきちゃん、しずきちゃん、いるの？しずきちゃん。その声、さくらくん？しずきちゃん、さくらくん、よかった、怪我はない？私は大丈夫。それよりさくらくん平気？泥だらけで。うわ、な、何？ちょっと、ダンスさんでしょ？悪ふざけが過ぎますよ！とっとと死んでください！驚かしてごめんなさいです。あれ、この声、道に迷っちゃったんです。サバトちゃん、さくらくんです。なんでさくらくんがこんなところにいるんですか？サバトちゃんこそずっと姿を見せないと思ったら、こんな山奥で一体何してるの？サバトは山に生えてる美味しい草や木の実を求めさすらう。で、さくらくんどうしたんですか？ほっとしたら急に力が。さくらくん、さくらくん、ねえしっかり、さくらくん。ありがとう、さくらくん。私ね、ああいう暗いところって本当にダメなの。実は僕もダメなんだ。知ってるよ。でもまたこういうことあったら助けてくれる？上の荷台は人の乗るところじゃないってあれほど言ったでしょ。めっちゃ重たいよ。いろんなことアホ天使。サバト、バスは匂いだけダメなんです。ちょっと待って、そんな、待って、なんでサバトちゃんまでバス乗ってるの？気持ち悪いの？天使のくせに二人とも気持ち悪いの？ダメだ、二人とも背中が低いと痙攣してるし。しずきちゃん、エチケット袋ある？バス、早く。 ありがとう。ダメだ、一個しかない。トクロちゃん、なんで僕の襟首掴むの？ダメ、でサバトちゃんもダメ。いや、伸びる伸びる伸びるから。だから僕の襟首に首掴むの。液が、生温かい液が。
ちゃんだよ、ドクロちゃん。さようならだよ、ドクロちゃん。